田健二です。日産ミッドナイトステーション、毎週火曜の夜は澤田健二が気ままにお届けする60分です。元気にやっておりますよ。まあ本当にもう、残り少ないなんと申しますが、そうでございまして、さて今週の夜は今日には久しぶりの音楽特集でございます。題してジュリー隠れた名曲集をお送りいたします。惜しくもシングルカットされずに涙を飲んだ曲、いい曲なのに誰も放送で流してくれなかった曲、今もう一度歌を録音し直したいというような曲などなどね、私の独断と偏見で、選曲いたしました。はい、この番組、このパーソナリティなくして聞くことのできない必聴プログラムでございます。今週もドントスリープトゥナイト。さて今週はね、ジュリー隠れた名曲集ということで、いろいろね、シングルになってない、あまり今日の目を見てない曲といいますか、そういうのをちょっと探してみましたところ、まあ随分たくさんレコーディングしておるんですね。まあタイガースの頃に、まあ、LP で言いますとタイガースの頃にジュリーファーストというのを、出して以来ですね、ソロとしての LP が30枚、ね、この間のミスキャストでちょうど30枚ですよ。それからシングルが君を乗せてから37枚、でこの他にも、シングル用にレコーディングされてそのまま闇から闇へと葬られた曲もあるわけでございましてですね、まあ随分の曲があったわけですけども、でまあこれもあれもあれもと思ってこう記憶をたどってですね、これを印してそれだけこうまあ聞き出したりなんか、全部聞くわけにいきませんから、それだけ聞いたりなんかすると、あの頃はいいと思ったけど今あんまりいいと思わないなという曲もあればね、なかなかこれいいじゃないかというね、ものもあれば、大体僕はスローな曲が多いですね。スローな曲の方が数から言えば多いんですよ。最近はまあテンポのあるものが、結構多いんですけれども、まあ、そんなことで、全然ねこの1時間の番組の中では全部紹介できないんですけども、その中の、何曲かを今日は特集でお届けしたいと思っておりますけれども、まず最初にお届けするのは GS I Love You というレビューの中に入っている曲ですけれども、お前はお前がパラダイスかね、シングルの時に、まあ、一応競い合って、軽くいなされて、敗れてしまったという曲でございますけれども、僕自身にとっては、この曲を契機に、作曲のなんちゅうかこうコツみたいなもんがつかめたような気がしてですね、今まではスローな曲しか作れなかった人間が結構そこそこテンポのあるものもできるようになったといういわくつきの曲でございます。それではお届けしましょう。 Hey Mr. Monkey。Monkey, 彼女のために Hey Mr. Monkey 月を呼んでくれ、かわいそうな女なのさ、曲がりくねった道ばかりを歩き疲れてはぐれてる、優しすぎて無邪気すぎて先のことまで見えないのさ、悪いはどこに、騙されている Oh Mr. Monkey、 俺のことなどどうでも多い、ああ明日死んでも構わない、お願いだから Hey Mr. Monkey、 すぐに来ておくれ、白いブーケで
消えても構わない。 Oh Mr. Monkey、 あの子に幸せあげてくれ。お願いだから、 Hey Mr. Lucky、 彼女のために、 Hey Mr. Monkey、 お願いだから、 Hey Mr. Lucky Monkey、ジュリー隠れた名曲集。まず最初は Hey Mr. Monkey 聴いていただきました。ジュリー隠れた名曲集、次の曲はでございますね。まあいろいろ世界を股にかけて、活動しておった沢田研二でございますが、最近は東南アジアのみでございますが、フランスでもレコードデビューしましてね。でパリに一人、日本で出したやつと、それからアトンモアっていうね、僕を待っててちょうだいというのね、で、もう一曲が L っていうね、こう3曲シングル出してるんで、1枚 LP と。でその中のやっぱりもう最もまあフランスらしいという曲でございますけども、雑誌にもこういう名前がありましたけども、 L という曲を聴いてください。そこでもちろん歌ってましてですね、なかなかね、でも時々あのみんなも知ってるノスタルジーとかっていうね、分かっとなんとなく嬉しいでしょ、それからフランスだけではなくてイギリスでも2枚シングルが一応出てるんですがね、
まあ本当にもう全然パッとしませんでしたけど、まあ一つは、愛の逃亡者という、フューディティブカインドというのと、それからもう一つは、3年ほど間を空けて When the light went out、ね、ちょっと発音が悪いございましたけども、この2曲出しておりますけど、今日はそのファンキーな方を聴いていただきたいと思います。 When the light went out。こういうね、外国曲、ね、外国語で歌ってる曲、こういうのをね、聞きますと、本当に発音にいいね、もういちいち、ノノケンジ、ノノノ、なんて言われた、自国の。優れた車と出会うとき、世界は限りなく広がっていく。ザ・スーパースター、日産ブルーバード。注目の最先鋭 CA エンジン、中低速トルク重視。鋭い加速性能、いつもの道に高性能の夢を描いてみないか。走る者よ、ザ・スーパースター日産ブルーバード。ブルーバード、お前の時代だ。今日は特集でジュリー隠れた名曲集ということで、独断と偏見で選曲して、聞いていただいておりますけれども、まあね、たくさんある中で、まあもちろんレコーディングしたりするわけですから、その嫌いな曲っていうのは本当めったにないもんでございますけどね。まあしかし僕はあんまり好きじゃないけどと言いつつ、まあ周りがいやこれはいけると思う、大丈夫なんて言ってくれ、そうかなと思いつつ、と思いながら出して、まあそこそこ売れたりなんかする場合もあるし、また逆にこれも絶対もう好きだと、もう絶対もうこれで売れたらもう最高なんて思う時っていうのはもうまず外れたりするんですよね。そういうこともあるしね、もう非常に難しいもんですけれども、まあ大体僕がまあその好きな曲っていうのは、あの好きな曲っていうかね、まあそのみんなの、まあ、ごくファンの皆さんとかそういう人たちの審判をまあ仰ぐ前にね、好きだった曲っていうのは
あんまり良くない。だから趣味っていうのはそんな決して俺は良くないのかなと思ったりするわけですけどね。でも、実際、レコーディングするときなんていうのは、そんなに練習して臨むもんではないんですよね。で、そのためにこう、レコーディングするときなんかには、時間をたくさん取って、録音しながら練習しながら録音するみたいな、そういうことが多いわけですよ。まあもちろん、新人の頃なんだったらね、それこそ、音楽学院のね、先生にピアノ弾いてもらって、それでメロディーもしっかり覚えて、歌い方もこうして、こうすれば、ああすればなんてことはありましたけど、それからまあ作曲家の杉山浩一さんとか、そういう方たちがこう、レッスンをしてくださったりってことはありましたけど、ここのところも、カセットっていうものができてから、もう大体、作曲家なり、作曲家の人がまあデモテープ作ってくれて、それを聞いて覚える。で、もうそれだけで、ね、レコーディングに突入するということで、だからその後ステージとか歌う機会がどれだけ多いかということによっても全然変わってきますね。だからレコーディングの時にはすごくこれ歌いやすかったっていうのも実際にステージとかで歌うと、あ、なんか歌いにくいなっていう曲もあれば、レコーディングの時はなんかこうしんどいなと思っても、ステージではすごく気持ちがいいとか、そういういろいろありますね。で、まあ、一番最近のミスキャストなんていうのは、レコーンの時はもう結構やっぱり、苦労したといえば苦労しましたね。うん。でも、実際に、歌い始めて、まあ、カメラを意識したり、ね、テレビで歌ったり、お客さんの目を意識したりして、歌うとすごく気持ちがいいというものもあるわけでね。まあ、歌って不思議だと思います。それからまた、こうやって、今日の番組のためにいろいろ聞き直してみると、あの頃はきっと健康状態が良かったんだと思えるのは、こう楽に声が出てるし、やっぱり健康状態がね、胃潰瘍で倒れる前っていうのは本当に歯抜いたりいろんなことしてたから、本当に気張ってね、はーってもうしっちゃきになって歌ってるっていうのは、そういうこともね、いろいろ反省したりなんかしております。はい、まあそんなわけで、これはまあ、次にお届けするのは、ライブ版の、ライブ版にしか入ってない、まあ、これも外国曲ですが、その通り安井和美さんと一緒にお仕事することが多くて、で安井和美さんが、ぜひこれはもうジュリーにやってほしいと、でちゃんと詩を書きますからと言われて、まあ、You are ready、安井和美さんが自分のことを歌ってくれっていう感じでね、作ってくださったんだろうと思いますけれども、詩を、はい、ですから、訳詞安井和美さんでございますけれども、 You are ready、 これを聞いてください。星の降る道を、今日こそは言おうと思いながら言い出しかねて、弱いで I'm a man、あなたは多分何ことか分かってる。You're romantic, I'm a fool.教えた生きてるその意味を。
緒にしないで、心から捧げる愛を、愛を。すぐには答えもできないだろう。大事なことだからよく考えて、これだけは確かさ、あなたはきっと幸せにする。Your lady, I'm a man。 あなたは多分何のことかわかってる。You're romantic, I'm a fool。 あなた教えた、生きてるその意味を。よくある恋とは一緒にしないで、心から捧げる愛を、愛を。聞いていただきましたけどもね、お聞きのようにストリングスもバックに従えて、あの頃は本当に豪華絢爛なね最近は経費節減で全部そういう弦の音とかブラスの音は全部テープに取ってシンクロさせてやっておりますけど、まあそんなことで時代の移り変わりもね、うん、もう最近ではもうその頃のことはもう全然知らない方も、ファンの方でいらっしゃるんではないかと思ったりもするわけですけどもね。はい、さて、ジュリー隠れた名曲集ということで、独断と偏見で選曲してお届けしておりますけれども、今度の曲はですね、今度は華麗な宴にどうぞというね、LP の中の一曲ですけれども、これは結構好きでありまして、で、まあ、ステージなんかでもよくやっておりましたけど、ステージのアレンジと、まあ、レコードのやつとは全然、違うんですけれども、この頃はあの吉野金次さんという方がミキサーでね、ドラムの音とかはもうなくしてね、割とベースのリズムだけでこうビートを出してという、そういうミキシングになったりしておりますけども、さて今聴いたらどんな風に感じるかな。ハッピーレディーです。
芝生にマットを敷き詰め、あなたはペルシャ猫と無邪気に戯れ、片手を伸ばせば滋賀に届くし、ワインも思い立てばすぐに飲める場所に、そんな風に言えば贅沢三昧、まるで役に立ちそうもない女よ、スリムなボディにビキニが絡んで、南の魚みたい飛び跳ねてるあなた、せがみながらもたれかかるあなた、そんな風に言えば贅沢三昧、まるで役に立ちそうもない女よ、迷惑しながら「あなたはそんな女」「まぶしすぎるだけさ」「ハッピーハッピーレディ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 」はい、ハッピーレディー聴いていただきましたけどね、かなりこの頃の録音というのは歌がね前に出てますね。うん、ハッピーレディー聴いて